さん何されてるんですか、はい、今日さ生放送出るって聞いたから、はい、NHK の禁止用語って今一生懸命調べてるんだよ。これまずいなと思ってよ。だからバンにならないようにちょっと気をつけるけど、まあバンにはダメなんで。それよりも意気込みを教えてくださいよ。意気込みなんだよ、こんなの。俺悪いけど今日なんて定期集金に来ただけで、風の回収に来たようなもんだから、ほら牛島君みたいなのがあるでしょ。まあそんなところだよ。だ早く出せよこれな、うん、まあ以上だよ、よろしく、うん、怖いよ。出所したて。これからすげえ。これから出所する人だよ。怖いよ。お勤めご苦労さんでーす。あ、そうだな、その前に配るもんがあったな。そうだそうだ、ちょっと待ってよ。一応ほら、虎だからさ、本当集金に来たんだけどさ。そうそう、あ、これ請求書ね、みんな。あ、やばいわ、これ請求書だ。あ、そう、請求書だ。手短にやるから俺。一応自己紹介していただきます。あ、せっかくやし、銀太場所買おうか。そうだね、そうだね。せっかくやし。そうそう、あの息子にもね。息子なんだよ。銀太息子だった。親子兄弟、兄弟だ、ね。はい。そうだ。パパです。パパみたいなもん。強えパパ。そう、だいぶ強い。強いな。自己紹介はじゃあ、あ、久しぶり。バン中村です。はい。で、今日はね、あのレペゼンにプレゼンしろって言われたから、あのちょっとプレゼンをしに来させてもらいましたよ。ああ、はい、光栄です。そうですね。で、どうなんだろうな、僕から話しちゃっていいのかな。そうですね、まず希望金額とか聞いてますか。あ、もうまずそこから行った方がいいよね、はい、ほら時間も時間だからさ、あの中教の信者たちもそろそろ寝なきゃなんないから、多分コメントも来始めると思うんだけど。中教、あのほらレペ教ってのこの間知ってさ、はいはい、中教っていうのをちょっと作ろうかなって、ここ数日前ぐらいからちょっと動き出して。番教とかないっすね。番教じゃなくて、あえて中教でいこうかな。そこからちょっとあえて自分の本名をこだわって、はい、なるほど。そうそう、多分あのコメントとかも今ほらいよいよ信者たちが動き始めるから、ちょっと待って、あのちょっと信者を一回起こしてあげる必要があるな、これ。ちょっとこれ、杖置いてこうやって、これもちょっと置かしてもらって、ちょっと中京今、寝てる奴らが多いからさ。上にいらっしゃるんですか、ね、そうそう、今来るよ、来るよ。上に。そうそう、なんかあのコメントで、浮くよとかって出てくるから見てて。ゴーさんみたいな。ゴーさんだね。そう、浮くよとかって、こうやって行くよ、パワーをこうやってね。そう。じゃあいいか、幹部たち動けよ、そろそろ。はい、そう、いるんですよ、もう。もういるんですよ。多分コメント見てもらえばわかるけど。ああ、大丈夫。みんな起きてきたね。大丈夫だよ。パンさんの人たち、これから起きるんじゃない？そうなんですよ。もう早起きなんで、でもそろそろ起きる時間なんで。早起きなんじゃん。早起きなんですよね。一瞬終わって早起きなんで。そうそう。じゃあそろそろ、まず。早起きなんで。俺はもう眠いんだけどね。さっきあの、待ちすぎてさ、あのなんかもう、目が明後日の方向向いちゃったけど。自分を動かさないと。そうそうそう。まず自分を動かさないと。そうそう、自分まず起こさなきゃなってところから今必死になってから入ってきたんだけど、コメント欄浮いてる人多いっす、まあ、そうでしょ、はい、でしょ、コメント欄に浮いた人いるっぽい。ほら浮いてる、すごい。俺の幹部たちが今ね、そう、俺の信者がね、中京に対して動き出してる。すごいな、組織力あんの。そうそう、組織力と、この人そう、来てるよ。やっぱ裏の組織力ありすぎだろ。中村浮くよ、そろそろ。みんな浮いてる、浮いてくよ、そろそろ。めちゃくちゃ浮いてんの。そうなんですよ、まあ、ちょっとこんな冗談のことないしてさ、みんな待ってくれたら、ちょっとさ、でも言っても企画だからさ、これさ、あのちょっとあの桑田社長に俺ちゃんと話したかったから、今日初めまして、桑田社長。いやいや、もうご丁寧にありがとうございます。バン中村です。いやいや、もう本当に、はい、裏のボス出てきちゃダメなんじゃないですか。そうなんですよ。じゃあまずあの希望金額からあんまりちょっと巻いちゃうとあれだ、まあ、僕巻かないとまずいからさ、あの希望金額はちょっとリアルな数字で、500万円を、はい、あの、はい、ちょっと希望させていただきたいなというのが、あの
設定です。はい。設定です。はい。間がなんだったか。はい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 。半分ちょっと寝てるから今。早く起こして。もう一回。みんなと同じ気持ちだから申し訳ないけど。カズたち送って念を。カズたちが送ってこうやって。カズたち。俺に力くれよ。カズたち。そうなんですよ。まあ設定がそんな感じですね。はい。はい。で、じゃあ。ビジネスプラン聞いていいですか？そうですね、プランはちょっとね、あのほら、あのいろいろ資料も作ってくれたんだけどさ、ここにはちょっと一応あの NHK は生放送だっていうから、あの NHK の禁止用語をちゃんとすごい植え付けられて、マネージャーとかに絶対言っちゃダメでしょ、中村さんみたいな人口とか番号、そうそう、そういうの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 もさっき復習してたんだよね、なってる間ちょっとだんだん眠くなってきちゃって、ほら NHK って俺苦手だからさ、出てこれるような人間じゃなかったから、ようやく表舞台をちょっと見れるようになったから、そこだけ真剣にやるようにしてて、まあプランの方なんですけど、まあちょっとあのこの前あの本当あのわがまま聞いていただいて、あのレペゼンのファンの方にも本当申し訳ないんですけど、あのライブにあの参加させていただいて、ああ、来たよ、めちゃめちゃ盛り上がりました、そうなんですよ、めちゃめちゃ回ってますね、すごいですよ、そうなんです、あれで DJ 中村っていう名前がいよいよつき始めちゃったから、でもうそれでちょっとなんだろう、味を占めちゃって、中村ツイッター全部変えてましたね、ガソリン、そうだ、その写真も全部ほら、まるで俺のコンサートかってぐらいの写真全部パロリの中村も出させてもらって、そうなんですよ、そこもしかもなんかあの日はほらわがまま中村でやらせてもらったんだけど、なるほどなるほど、でも今日はあのみんなのために中村ってことで、信者たちが見てるから、そうそうそう、あのレペ教ならぬ中教も負けないぐらいだんだん増えてきてるから、それにまあみんなのためにっていう今日は企画の提案で、いいですね、はい、すごい、もう俺のことなんてどっちでもいいんで、はっきり言わせてもらうと、はい、もう皆さんのためにっていう、まあみんなのために中村って今日は設定でやらせてもらいました、みんなのために、はい、でその内容なんですけど、あの実は中村曲をレペゼンにお願いしていて、はい、まあ、タイトルから言わせてもらうと、まあそのバン中村に、まあ、あの レペゼンからあの本気の1曲をまあ作っていただいて、それとあとそれ以外に今2曲ちょっと作っていて、で全部で、まあ、これが揃うと3曲になるんですけど、はいはい、中村の曲が、はい、それを引き下げてあ、まあ、全国の、まあ、とりあえず3大ツアーをやりたいな、ライブツアーをやりたいなっていう、はい、皆さんの元に中村をお届けできるような形をお願いしたいなっていうのが今回のお願い。ソロコンサートですか？もちろんだよ、ソロだよ、うん、だって3曲で3曲から十分でしょ、だって1曲30分ぐらいある、1曲30分ぐらいないと、え、なんでダメなの、3曲で3曲でライブツアーっておかしいな、15分ぐらいになる、15分ぐらい、そうライブが15分あれば十分でしょ、だって、あ、15分あれば十分なら OK です、え、ちょっと短いか、短いっすね、確かに、はい、それ会場借りたりしてもったないな、それだと、もったいないですね、もっと長く見たい、それもったない中村になる、中京がもっと見たい、もったいない、そしたらクラブとかどうすか、クラブ、ライブツアー30分パック出て30分とかでも出れるので、確かに、なるほど、 DJ もやりながら曲も歌いながら、なるほど、3大クラブツアーとかの方がよっぽど現実、確かに、そういうの何、社長とかブッキングとかしてくれるの、そう、夜の世界の人なんで、まあまあまあ、まあ、毛並みはほとんど近い連中が毛並みはもう俺も出会った時から佐藤変わらねえな、まあ、桑田さんもそうですけどね、そうですね、そうですね、はい、完全に夜衆ですね、そうなんですよ、だからまあそういうちょっと俺よく分かんない世界だから、はっきり言わせてもらうと、いやでもすごい可愛らしいんですね、そうですそんな子供の夢みたいなことを、まあそうなんですよ、子供の頃からの夢だったからね、そうなんですよ、ちょっと感動してるな、中京は何歳ぐらいなんですか、結構ね10代から、はい、本当に40代50代ぐらいまで広いですね、広いんですよ、結構広いですね、広いんです、今10代めちゃくちゃ多いんじゃないですか、そう実は多いんですよ、ね、そうなんですよ、走って追っかけてくるからみんな、いや怖い怖い、うん、怖いよ俺、逆に追っかける側なんだそうそうなのに今度は追いかけられる側じゃなくて、今日はなんか気分的にトラちょっとつまみに取り立てに来たようなもんだからさでもほらそうですよ、クラブ回るならもう500万いらない、いらない、まあそうだね、そうなると、まあ、ちょっと金額訂正させてもらってもいいですか、中村さん可愛いんだけど、切り替えの中村、逆にギャラで出るんじゃないですか、そう、そこでクラブ出るだったらあのむしろその投資というかは、まあ、ほぼいらなくなるんですけど、でも
その時にお願いしたいことが一個あって、だったら金額はやっぱ設定したいんで、はい、まあ希望で言うと200、まあ、ちょっと分かんないんだけど、あのレペゼンさんたちのあの光るやつあるじゃん、あのこういうの、あペンライト、あれ、はいはいはい、あれの指バージョンが欲しいんだよ、ね、あとこの手のこの久しぶりバージョン、このこれを作りたいんだよね、画境だな、あんたでもいいよライトと久しぶりライトしか、ライブとか、そうそう、はい、あのクラブでもいいんだけど、ライトと久しぶりライトだ、物販してやるのに、作るのにどのぐらいかかるのか俺も分かんないから、むしろあのレペゼンさんのメーカーは俺に紹介してくれないかなって、ああ紹介できますよ、もちろん それがかかるのとか、あと、まあ、もしかしたら T シャツとか分かんないよ、サングラスとか、そうサングラスとか、男性だったらリストバンドとか、なんかそういうのをちょっと作るのに、なるほど、物販の、まあ、それにじゃあ例えば200万ぐらいとか、はいはいはい、200万あったら確かにグッズは十分、いろいろある程度何種類か、男性はリストバンドとかなんかいろいろあると思うんだけど、まあ、3台としてありますからね、そう3、あ、いやもう3台じゃないですよ、プラグになったら変な話、5台、もういや10台です、なんなら47都道府県でもいいよなるほど、もう何個でもいい、もうみんな、だから今日言ったやつが、みんなのために中村だから今日は、なるほど、すごいな、皆さんからのそのあれがあるなら、そこに、まあ、作っていただいた曲も含めて、あのそれをまあ発表しつつ、はいはいはい、っていうのの予算として、はいはいはい、まあ、そのグッズ作成費っていうので、じゃあまあ200万ぐらいがもし可能であれば、はいはいはい、まあ、投資の方でいただいて、別にそのバックの部分はまたここからの説明になるんですけど、はい、うん、まあ、売れちゃえばいい話ですからね、まあ、まあでもバックがお金で返ってくるのか何で返ってくるのか、なんかリターン、そうなんです、僕なりの一応プランがちょっと練ってあって、はいはいはい、じゃあまあちょっと早速だから、まあ、違うバックで返ってこないでくださいね、そうですよ、あえ、ケツ穴とか得意なやつだけどね、それはね、得意なやつだけどね、ペシンペシンやるやつだからね、そっちで、ペシン中村なんて、あ、それはダメだ、怒られちゃう、マネージャー、違う中村なんて、あとで呼び出されるんだから、そんなことするとね、そうなんですよ、じゃあまずじゃあその次のところで、ちょっとそしたらまずレペゼンさんに対してのその、まあ、バックというか、はい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 、まあ、ちょっとそのこれをしていただくことへの自分からの恩返しみたいな、はい、まあ、まあ、ほらみんなの仲間だから恩返しって言葉を使わせて、はい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 、まあ、そこはあの年末にある炎上万博、はいはい、やる予定です、はい、そうそう、もうやる予定って、もう中村的にはスケジュールももう開けてあるしまだ決まってないんですか、もう開けてあるし、だからそこのもう審査員をやらせてもらいますっていうこと、あ、なるほどなるほどなるほど、よかった、そうそうそう、よかった、そうよ、強すぎる、強すぎる、強すぎる、リンダが一番ドキドキしてる、あ、そうそう、で、その審査員をまず一つ目やるのと、二つ目がその、まあ、もしその炎上万博のその、なんだろう、少しブレイクタイムみたいなのがあれば、そこでこの作っていただいた曲を中村のを発表させていただけたら、あ、いいですね、はいはいはい、ちょっと盛り上げがってはい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 、で、まあ3つ目が、そうなんだろうな、まああの、やっぱ結構中村っていうとみんなリングに上がってほしいって人が多いから、はいはいはい、まあそこで、まあちょっと日分かっちゃったんだけど、あの銀太がね、昨日というか今日というか誕生日だったということで、うん、まあ僕からのサプライズで、まあ、その万博で俺とリングに上がらないかっていう、うわっやばいったーそれは、まあ、ほらパパいつまでやれるか分かんないからさもう年も年だしこうなんじゃー、無理無理、やめよ、まあ、やめよ、まあ、やめよ、やめよ、こんなんしたら俺無理だったやめよ、確かにこんなんやばい、やめよ、ダメダメ、確かにダメ、結構な覚悟いるやん、めちゃくちゃ強いしね、だってサトル君とあんな試合したら、あんなだってあれ見たって戦えんくれたよ、20個下のさ、20個下のバチバチごつい牛みたいなラッパーと引き分けてた、すげえ強かった、20個下よ、えぐいって、まあ、パロッタ、まあ、待つはこうなるってところ見せてあげよう、あー、えぐい、えぐい、えぐい、マジでやばいって、本当に怖い、怖い、こんだけ仲良くなった、いや、マジで、マジで、これなら、ちゃんとやからや、実は怒ってた、いいとこ言ってるね、怒ってたんだ、怒ってたんだ、やばい、でも怖いよ、メリットに当たってない、確かに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 、それは、まあまあまあ、それ
まあちょっとここはあのまだちょっと断言できないけど、まあちょっとねすぐ決めれることじゃないだろうし、だからそこを含めてその炎上万博で銀太死ぬからダメだろ銀太死亡のお知らせ、それはまずい、それはそれはまずいろんなさよなら銀太のだいぶはメンバーを失うのは俺らも、それはさすがに銀太死んだらまた死んだら探しにかないレペ教と中教の戦争が起きるからそれはまずいんで、まあそうするとちょっともう一つ選択肢があるとするなら、そのもし炎上万博で、はい、あのなんだったらその中村とやらせろって声が結構来るもんで、僕の方に、はいはいはい、だったら炎上万博にそのアンチ中村を集めてくださいよっていう企画をやってもらって、で中村とやらせろみたいなのが来て面白いのがいたら、じゃあ銀太と俺対その誰か2人面白いので、ああ共闘だ、で俺が息子を守りながら、銀太はもう絶対出るんだ、そうそう連れてくる、ね、バーバーそこも話したくないからもうやっぱ俺12月帰ってこんぞもしくはもしくはそんなようなニュアンスでもいいし、まあ、でも俺一人だけで戦うでもいいし、うん、そこの料理は逆にあのほら料理させるのは俺好きだから任せますよというか、もしくはそういうバンさん戦うならそれはもう視聴率とかはやばい、やばい、戦います、視聴率いくと思う、やります、僕はやっぱめちゃめちゃされると思うな、やりますよ、僕そうですよ、あの喧嘩バトルロワイヤル一番あるのが400万再生400万再生ってるんですか、いやすげえ、 あと4試合やってるけど他も全部アベレージ100万以上いってますから、そこはもうメリットでしょ、いやもうそれはまあ絶対盛り上がる、100万かける銀太だから、かけるな、かける銀太、かけるじゃないんだよ、そうそう、かけ雑じゃない、かける、その100万の視聴者が銀太の戦いも見てかけるになって、かけるがかけるになっちゃう、かけるになっちゃうってことで、もしかしたらそういうのもあるのかなというか、うん、なるほど、いやでも確かに出て戦っていただけるのめちゃめちゃ確かにアンチオーディション盛り上がりそうです、ね、あもし何ならそこの万博でやっていただいて、確かに、はい、面白いかなとはちょっと思った、パパのアンチは息子が制裁せん、あもしくは息子が制裁してくれるかもしれない、おーやめろやめろ、確かにお前それやめろ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 、皆さんのために中村だから、そこで、まあ、皆さんの方も中村さんが炎上万博は熱いっすね、めちゃめちゃ俺ら見たいっすね、めちゃくちゃ美味しいっすね、逆に桑田さんの、あそう桑田さんの方の考えてきてくれたんですか、もちろんですよ、もちろんですよ、僕誰だと思ってるんですか、みんなの中村です、今日はみんなの中村だもう一回やるこれもう起きてる、もう来てる、みんな大丈夫、みんな聞いてるから、あれコメントは浮きっぱの人よ、でしょすごいでしょ浮きっぱのやつ、これが中村の信者たちのパワーなんですよ、はい、すごいんです、で、まあ、桑田さんへのその、はい、まあ、そのお礼というか恩返しの部分は、はい、まあ、僕が桑田社長の経営してらっしゃるお店で、え、はい、あの一日店長をやらせていただこうかなと、まあ、これはちょっといいですね、おもろい、ホストになるんすか、あもちろんですよ、だからあの今ほら流行ってるらしいから、そういう企画が、はい、僕そういうのほら基本受け付けないんだけど、わでももしよかったら、まあ、あのトイレ掃除から、いや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 、舐めれるまで吹きますから。1ヶ月ぐらい吹かしてる。すげえ。で、もちろんそれで、小田社長のお店も宣伝しつつ、はい、はい、そうですね。で、僕の YouTube なんかでそういうところも、インスタとかでも宣伝させていただいたり。はい。で、そうですね、その実際、そのなんだろうな、集客方法。はい、店長やるだけで、じゃあお客さん、そんなやつのとこ行かないよってこともあるかもしれないから、やっぱ僕自身が、ホストに、なってもらえる券みたいのを発行して、はい、でそれをこう YouTube 企画としても手売りで売りますよ、すごい、はい、あの汗流してでも、なるほどね、はい、すごい、ションベンから血が滲む思いしてでも、あの出していただいた以上のものの結果を出すだけの行動は取りますよ、僕は歌舞伎町で売りますよ、200万すごいな、早いな、じゃあもうまあグッズ代でいいんですか、
グッズ代、グッズ代でいいです、グッズ代でいいです。僕はもうそれだけ。じゃあもう確定で大丈夫ですか。まあちょっとまあリターンがすげえよ、いいですね。もちろん出しますけど、もちろんそこはもう取るまで手売りもするし、今売ったところはちゃんとやりますよ。まあじゃあ売り上げは折半とかでいいんですか。あ、もちろん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 それももちろんです、もちろん。はい、決まり。おめでとうございます。ときめくみんなの中村さんですよ、皆さん。確かに。何銀たち切ってんの。いや、出るか、ね、銀太のちきり具合がもうダサくてさ。じゃあ桑田さん戦います。炎上万博あんたでもいいよ。それもやりますか。じゃあ死んじゃうよ、クワさん。マジやめたこと。死んじゃうことありますよ。え、試合見たことある、ね、今ちょっと鼻の穴から血の匂いしたんだけど。違うっすよ、顔がなくなりますよ。マジでレベチ。マジでレベチですよ。本当に試合実際に見たレベチだ。そう。いやでもまあそれあえて教えずに。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、やっぱりいけるっすよ、クワさん。いけるって。一日テンションでお願いします。そうですね、それはもう僕の方からお約束させていただいて、はい、逆にその中村さんのパンツにニュージェネレーショングループの刺繍を入れましょう、入れましょう、ぜひお願いします。お願いします。もう炎上万博のスポンサーでお願いします。じゃあその一日店長の時もグッズ置いたらいいんじゃないですか。あ、そうしましょう。そうしましょう。確かに。ぜひ、そうですね。はい、それ早めにそれで。じゃあ早めにやんないとね。はい、確かに。はい、じゃどうせ年末なんで全部が。確かに。多分間に合うと思います。はい。じゃあ、はい、ちょっといろいろまたその辺は社長の方もちょっと手をお貸しいただいて。任せてください。了解です。ほとんど分かんないことばっかだから。わかりました。任せてください。じゃあ決定か、もう。決定だ。すごい、だって何話にもできるんじゃないですか。だって手売りなんてするんですか、中村さんが。やりますよ。すごいな、衝動ですから。確かに。手売りされたら、手売りされたら、あのポイ捨てかなんか注意しながら、これ買えよ。断れんのよ、断れん。これはすごいよ、本当に。ポイ捨て注意しながら、これ。いやもう、それまずいか。買うしかない。やばいやつだ、それ。いや、ポイ捨てしてる方が悪い。せっかく今日はみんなのためにって言ったのに。リターンがある意味中村さんにしかできないことできないですね。いや、それはもう格闘技も店長もそれも全部本当に本当に、お金よりも桑田さんはやっぱお金持ってるから、そういう方が。いや、本当中村さんがなんか味方についてきてくれただけでね、なんか後ろの方がこう、ああ大きい人がいるなって感じがね。いつも超大きいやん。おい、ちゃうちゃうちゃう。ちょっとつまんで帰れ。今日つまんで帰れる。しっかり招集されてる。すげえ。いや、すげえわ。了解です。じゃあ、ワン中村さん、はい、達成です。おめでとうございます。一番ちゃんとしてました。一番ちゃんとしっかりしました。やっぱりね、大人。ありがとうございます。大人です、本当に。ありがとうございます。